2番人気2番ハルウララ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。凱旋門賞のライバルたちは強力ですが、彼女たちに負けない走りを期待したいですね。偉業となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂、凱旋門賞。1番人気はもちろんこの子、モンジュ。3番人気にはベニスパーク。さあ2番人気はこの子、ここまで無敗、前年の覇者ハルウララ。真っ向勝負に注目だ。凱旋門賞連覇の偉業、成し遂げることができるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気モンジュ。日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目はハルウララ。ロイちゃんの足の長い芝でも力を十分発揮してくれるでしょう。各馬娘これから森を駆け抜ける上り坂へと向かっていきます。13番会長に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。13番まだリードをキープしています。続いて17番10番並びかけてきた。そしてそのうちから行ったのはシリウスシンボル。注目の日本勢です。前を狙えるいい位置につけていますね。そしてその外を回って14番第3コーナーを回って下り坂、馬娘たちが続々と下っていきます。そのうち並んで7番少し後ろから1番少し離れてベニスパーク、その外並んでモンジュ、それを見るようにハルウララ。日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。差がなくリガントーナ。20番並びかけてきた。内を回りますエルコンドルパーカー。残り 1000m を通過。第4コーナーを進んで直線へ向かうモンジュ。外で足を溜めています。気持ちよく逃げている。13番ハルウララ前を狙っているぞ。モンジュまだ抑えたままだ。ここで動くか、まだ控えるか。各馬娘フォルクストレートに入っていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。ゴールが近づいてきて各馬娘が一斉に突き進む。じりじり詰めるハルウララ。いよいよ最終直線、最初に立ち上がったのは13番ハルウララ。完全に抜け出した。頂に通じる最後の道、残り400。抜け出したのはハルウララ。日本の希望だが後続も追いすがる。最高の栄誉まで残り200。凱旋門賞は目の前だ。モンジュウイザルハルウララ突き放せ。いけ勝利は目前だ。ハルウララ 1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。連覇達成。勝ったのはハルウララ。今年もこの大舞台凱旋門賞を制し、日本の世界の歴史に残る偉業を成し遂げました。2着はモンジュ。3着に入ったのはリガントーナ。